ゲオルク・フリードリヒ2世イフォン、ブランデンブルク・アンスバッハ、1678年5月3日から1703年3月29日は、フランケン地方アンスバッハ公領の偏京博。ブランデンブルク・アンスバッハ偏京博ヨハン・フリードリヒと、最初の妻ヨハンナ・エリザビト・フォン・バーデンドゥル・ラハノ3、男、クリスティアン・アルブレヒトの弟、ビルヘルム・フリードリヒの2位。 アニクリスティアン・アルブレヒトが1692年に亡くなった後、医療を継承した。この当時、ゲオルク・フリードリヒは未成年であり、はじめは、摂政の貢献家で、アンスバッハ綱領を統治した。プファルツ継承戦争では、1695年から1697年に、新生ローマ帝国軍に志願して参戦している。また、スペイン継承戦争では、 1702年に、モデナのベルゼロ城塞を占領する活躍をした。1703年には、皇帝軍の将軍になったが、フィルスガーの都将典をめぐるシュミット・ミューレンの戦いで、致命傷を負い、間もなく死去した。後継者がなかったため、イボ帝のビルヘルム・フリードリヒが色を継承した。ありがとうございます。